吉シ院、慶光院は、伊勢国、現在の三重県伊勢市にあった、臨済州の寺院。三号は、新五山。廃寺の後、神宮祭主職者として使われている。臨済州の寺院ではあったが本山を持たない、単立寺院で、勢い飛行臨意境によれば、吉シ院には、仏像も盆栽もなかったとされるが、関係は随筆、山の神とねり守る兜の、 吉光院住職の次第や、元文年神社人改め帳によれば、本尊は、坂見立で境内には、観音堂と、べざい天堂、珍珠天神社があったと伝わり、神宮協略には、本尊は、薬師如来であったとの記述があるという。寺は、当初、山田西河原の、現在の伊勢市宮屋しろにあったが、慶長年間、1596年から1615年に、 宇治に僧帽を構えた際、三世聖順が居室に許された、吉光院の号を正式な寺の名とした。江戸時代には主に朝廷、将軍家などの依頼による祈祷を行っていたとも、天下太平の祈祷を行って、祈祷札を了していたともされるが、明治2年に伊勢にあった100か所以上の寺院と共に廃事とった。室町時代の創建とされる天寺で、自伝によれば、 英和2年1376年頃に習徳という人があって、その後に断絶していたのを守エ越が中興したとされ、このことから守エ越は諸生とされる。守モ越はツは、カイ家出身の人物と伝わっており、飛鳥カ正俊からの書状が現存している。守エ越は肝心を行って遠徳3年1491年と英正2年、 1505年の二度にわたる宇治橋の掛け替えに尽力した功績より、小人号と C を許された。二世地形については、道場家の出身とされるが、加盟もわからず、自責も不明。守越の弟子として、紀州に在住し、天文15年、1546年に熊野で没した。戦国時代の三世成巡、A69 年4月3日。 1566年4月22日木漢人によって、天文18年、1549年に宇治橋の掛け替えを実現したことで、天文20年に、小奈良天皇からその居室に対して、吉光院の臨時を賜った。さらに聖順は100年余りにわたって途絶えていた、伊勢神宮の聖泉宮復興のため多くの戦国、大名などに働きかけ、永禄六年、 1563年には遠行け、大宮宮、月空の聖戦宮を129年ぶりに実現たが、その3年後に入弱した。四世の周守は、死、聖順の意志を継ぎ、続いて、高大神宮、内宮の聖戦宮を行うことを目指して、肝心を行い、天正三年、1575年に、内宮の仮戸の戦宮にこぎつけた。続いて、肝心を行った。 周馬モルは、織田信長と地偶を得て、増大比として、税に三千貫分の寄進を受け、本能寺の変で、信長が没した後は、豊臣秀吉からせに一万貫分の寄進を受けた。これらによって、天正十三年、1585年に内空と月空同時の戦宮が実現されたが、内空の正戦宮は実に百二十三年ぶりのことで、あった。五世。 中清が印樹であった慶長八年、千6 0 3年と、関永六年、百6 2 9年、慶安二年、百6 4 9年の聖仙宮では、江戸幕府から仙宮主院上が吉光院に下されるなど神宮と密接な関係にあったが、関文六年、百6 6 6年の仙宮から、神宮との関係が薄くなったという。事業300国を有し、 江戸時代を通じて、朝廷や幕府、古参屋からの崇敬を受けたが、明治維新とその後の神仏分離、廃仏希釈の風潮に伴い、1869年、明治2年に廃寺となった。廃寺となった吉光院は、伊勢神宮によって買い取られて1872年、明治5年に、神宮寺町の長者となり、1890年、明治23年に、 神宮再就職者となった。その後、幾度かの整備が行われており、現在の姿となっている。なお、現在も宗教施設として使用されているため、お払い町の一角にあるものの普段は非公開。毎年11月前半に3日程度の期間で、本館の一部が公開されているが、内部の写真撮影についても宗教施設であるなどの理由で制限されている。廃寺となるまでに、 十字は十五台を数えた。以下に、内空県人物意味内人家系、内空職商家布に、記載のある十三台までの十字と、その入弱した日について記す。神宮最主職者本館が、国の重要文化財、勝手書と表門が、三重県有形文化財に指定されている。吉光院の客殿だった建物で、慶長前期に、 豊臣秀吉の命令で建てられたとも伝わっており、淀殿伝がこれに触れた手紙も残っているが、現在では、その建築様式や使われている工法、技法から、江戸時代、寛永末期に建立されたと考えられている。木造平屋建て、入萌屋造本河原武で、南面の東端に、霧妻造本河原武の注文と、注文路がある一方で東を持ってきたよりに、 正式な玄関として式台が設けられており、注文が形式化していく、過渡期の建築様式とされている。式台前面には、東風作り日和田武器の車寄せがあるが、これは1891年、明治24年の改修によるもの。柱は、面取り拡充で、組物は船ひじき、の木は二軒そたる木、蓋の木まばらだる木とする。間取りは、東西三室を、 南北二列に配した六部屋都市、南列、北列ともに、東から十二条、十五条、十八条とする。これらの四方にいる側、広縁を巡らし、東、南、西面には落ち縁を設ける。入り側は、東面全体と南面の東より、中門付近を板張りとするほか、畳敷きとする。落ち縁は縁先に雨戸を立て込んで室内空間に取り入れている。 北列西川の部屋を上段の間とし、室内に乗り降り、金降り、L 字形にかまちを設けて上段を形成する。上段の間は天井を二重折り上小祖角天井、二重折り上げこぐ未号天井とし、他の室は、竿園天井、大床、違い棚、頂戴構えを設けるなど、格式の高い造りとしている。 上段の間の西側には、入り側に張り出して3畳の上冗段を設け、違いだなと、不所院を設ける。注文が形式的になり、御遅延を室内に取り込むなど、新しい要素も見られ、明治期の改造もあるが、区体部分は建築当時の状態を良好に残しており、殿もつくじの数少ない本格的な異例として、貴重な建物である。 室内の杉戸に残る陶磁紙などの絵は仮の葉によるもの。かつては、かの英徳筆の障壁画があったとされるが現存しない。2002年12月26日に、国の重要文化財に指定された。控え室部と台所部が連結された木造平屋建ての建物で、屋根は、霧妻像本瓦ら武器。台所部は、胸札から天保14年。 1843年の建築と考えられている。なお、現在に残る完成4年、1792年と、文久元年、1861年の絵図に大きな違いがあることや文政年間、1818 18年から1830年に大修理が行われた記録があること、控え室部の柱マスン法が本館と同じ京間六尺五寸なのに、対して台所は、 中京館六尺一寸となっていることなどから、台所は、明治時代前半の整備に際して、現在の場所に移築されたものと考えられている。1997年3月6日に、県有系文化財指定。木造、宗家焼き作り霧妻造本川羅武器の一軒役遺門で、内宮五詩であった、太郎館機構の屋敷にあったものを1873年、明治6年に移築。 鬼瓦の名から天保十二年、1841年に作られたものとされる。1997年3月6日に、県有形文化財指定。寺に伝わった室町期から明治期にかけての古文書類は、吉光院文書と呼ばれ、約1700点を数える。これらは1954年、昭和29年に関連する資料とともに、 神宮町古館の管理課となっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。